どうも、井手隊長です。アシスタントエンジェルです。今日のテーマは本&サザン。はい、今日も駒込にありますサザンファンが集まるバーハッピーエンドからお送りしておりますが、今日は本&サザンね、はいはい、と言いますのも今日はいい人スペシャル。はい、はい、あのね、桑田さんの、はい、曲にいい人という歌がありましてね、はいはい、まあ、あの総理大臣を揶揄したりしている、まあ、社会派ソングなんですけどもね、はい、もう歌い出しがいいですよ。あっち向いていい顔、こっち向いてニコ、あんたは本当にいい人さっていうところ始まるんですけど、そんな歌がありましてね、まあ、そのいい人っていうのはね、どうなのかって、はい、まあ、これはまあいい人をこういい人ですねって言ってんじゃなくて、ちょっとこう、なんていうんですか、あの皮肉って言ってる曲なんですけどね、はいはい、まあなんかこう、はい、世の中にはこう、なんだろうな、いい人を、相手を傷つけないようにとかね、周りから嫌われたくないなとか言っていい人を演じてしまって疲れちゃうとかね、なんか八方美人だって言われるとかね、はい、そういうのも結構多いと思うんですけどもね、はい、まあそういうのに悩んでる人が多かったのか、あの一冊10分で読める本の予約サイトのフライヤーで、このいい人に関する本がすごい読まれてるんですよ。ということで、その本を紹介しながら今日は最後に久しぶりにいい人を歌うという企画でございます、ね、はい、ということで今日の本を紹介しましょう。今日の本こちらです。ドーン、はい、今日の本は、他人のことが気にならなくなるいい人のやめ方という本ですね。いい人のやめ方ね。でこれを書いてる人がびっくりで、はい、名取方元さんという方なんですけど、この方がなんと、はい、江戸川区にある密造院というお寺の住職さん、ね、お寺の住職さんがいい人じゃなくていいんですよ、うん、って言ってる本なんです。でポイントがね、まあ言われりゃ確かにそうなんだけど、いい人を辞めると悪い人ではない、うん、なんか単純にその言葉尻はいい人の反対語は何ですかって言ったら悪い人ってなるかもしれないんだけど、いい人を辞めても別に極悪人になるわけじゃない、悪い人になるわけじゃないね。これでもあの悪い人が読んだらダメですよ。悪い人はもう悪いからダメなんですけど、いい人を演じちゃって疲れてる人がいい人を辞めたと言っても悪い人になるわけではないということなんですね。でそのいい人の悩みのかなり多い、なんていうの、あるある的なものとして、その、はい、人からの誘いを断りにくいとかね、嫌なことにノーと言えないっていう人がやっぱ多い、はいはいはい、まあ、日本人はそもそもノーと言えない人多いらしいんですけども、どうですか、はい、ジェルエンさんはどうですか。結構あれですね、あの頼まれたやつとか断れなかったりしますね。であとなんて、やべえこれ結構きついぞみたいなとか、どうしようみたいな、ね、そういう人多いと思うんですけど、そういう人に対しての、その名取さんの住職の教えはですね、はい、自分自身のやりたいことに取り組んでいれば、我慢してまで叶えたい目標かどうかと考えることで嫌なことにノーと言いやすくなると言っていますね。それで我慢してまでやりたいレベルの目標なのか、うん、みたいなのを考えるとはいえ、でもまだ断れないですよって人多いと思うんですけど、まあまずそれを考える、はい、そしてね、はい、これ結構ねぐさっとくる人も多いと思いますけど、なぜこう気乗りしない誘いを断れない人って意外と断ってまでやるべきことがないっていうのも結構原因らしいです。絶対やらなきゃいけないこといっぱいあったら断れるでしょう、まずと。でね、それがこう仕事とかめちゃくちゃでかい目標とかっていうところに自分を追い込む必要はなくて、その断ってまでやるべきことっていうのは、この住職が言うにはですね、月に10本映画を見るとかね、今日は家に帰って一からハンバーグ作るぜとか、そんな個人的な予定でもいい、とにかくぼーっと生きてるから、うん、そういうのが入ってきちゃうんだ。あ、ちょっと今日夜ちょっとさ、あれ飲み行くぞなった時に、
今日は俺はハンバーグ作んないといけないぜ、一からもう全部買っちゃったんすよ、いけるかなって、すぐ出るかっていうところ、怒られる、怒られる、でもそれことだっても嫌なやつにはなんないからね。あ、でもそういうとこかららしいですね。なんかまずやりたいこと見つけて取り組んでみたらなんかそうなってくるからっていう、人に流される人生じゃなくなってくるからみたいなことですね、うんうん、なのでまあその住職である著者の経験っていうのから紡がれてるんで、まあ、いろんな人の悩みも聞いているし教えもあるし、まあ、なんか面白いですよ、その楽になるヒントっていうのがたくさん入ってるし、なんかその納得感も高いっていうかね、なんかこうなんとか学的にとか学問で教えるわけじゃないんで、本当にその人々の生活に寄り添ったご回答っていうことで、ね、非常に多くの方が手に取っているみたいですね。まあ疲れてる人多いんだと思うわね。ね、ということでいい人のやめ方ぜひ読んでみてください。フライヤーの方にもようやく書いてありますんでね、チェックしてみてほしいなと思います、はい、ね、はい、ということで、今は住職の言ういい人のやめ方でしたけど、桑田さんはいい人にどんな切り込みを切り方をしているのかっていうのが今から生歌で歌いますけど、ハードですよ桑田さんは、やっぱり住職の後に歌うと、ということで生歌のコーナー、ということで桑田さんのいい人を歌うんですけど、これ耳が痛いわな、きっと、まあなんかこうその時だけじゃなくて、なんかいつ聞いてもやっぱり桑田さん切ってくるねって感じがしますね、こっちの歌詞は。おお、またお得意なあの日本語なんだけど何言ってるかわかんないみたいな感じの歌ではあるんで、こう聞いてると聞き流しちゃうかもしれないですけど、歌詞カードを見ると結構ね、はい、あれですよ、痛いですよ、サビはだって Why so you money わが boss よって何言ってるかあんま分かんないですけどね、よく読むと Why so you money わが首相よ自尊心かっこプライドを示しておくれって書いてますからね、すごいですね、ね、いいですね、にやけた妙な八方美人じゃ国内と書いてうちも外交と書いて外も任されへんって、ね、そしてどれだけ顔を変えても政策と書いてメニューの中身は同じかい、ね、顔、はい、どれだけ顔を変えてもっていうのは、まあ、人を変えてもと言いたいんですけどね、怖いですね、ね、怖いですね、歌に込めるとそんなに悪口に聞こえないっていうところはまた桑田さんの怖いところですけどね、そんないい人を歌ってみたいと思います、はい、あっち向いて笑顔こっち向いて巫女あんた本当に人さ、そんなにポンオフエゲが好きかい、人の顔色を気にして一人じゃ何も決めれない、アリーダーシップ型の Why so you mine 我が boss よ、ライドを示しておくれ、 Can you hear me? 羽の舞台に立って道を見しておくれ、 You wanna be like me? Oh, oh, oh.妙な八方美人じゃうちもそっとも任されへん、どれだけ顔を変え
ジェルエン出てきてたでしょ。はい、出てきてた。はい、はい、出てきてたと思うよね。この間のやつもすごいうまくいってたよね。あ、ね、素敵ですよ。なんかこうね、文明の利器をなんとか使ってね、番組のクオリティを保ち続けてますけどね、はい、ね、頑張ってますよ。いい人耳痛いでしょ、この歌。いいですね。天才的だと思うわ、こういう歌作らしたら。ズバッと言ってくれますね。すごいなと思うけどな。ということでね、まあ疲れてる方、本当はい、疲れてる方多いと思うよ、本当に。うん。なんかこう家で一人で仕事したりとかしてさ、こうやってズームで話しているけど、パーンと切れてまた一人みたいな、なんかこうね、自己肯定感みたいなものとかもさ、うん、いや大変な世の中ですわ。ね。はい。本当なんかこうね、いろいろこう楽しいこと見つけてね、励まし合っていきましょうよ、うん、ね、はい、本でも音楽でも何でもいいですからね、家でできる楽しいことを見つけましょう。はい、はい、ということで、はい、今日はいい人スペシャルをお届けしました。はい、我々の、情報等々は、SNS、Twitter とかね、ブログとかで、発信してますんで、ぜひチェックしてみてほしいなと思います。ラーメンの記事はね、はい、ヤフーニュース、東洋経済、アエラ、ガジェット通信等々、連載やっておりますんで、こちらも、SNS の方で全てね、紹介してますんで、フォローいただければ読み逃しないかと思います。そしてこの番組は2週に1遍の生放送と、はい、サザン、ラーメン、本のミニ番組を配信してますんで、ぜひこちらの方からチャンネル登録をお待ちしておりますよ、ね、いろんな企画やっていきますんで、よろしくお願いできればと思います。はい、ではハッピーエンドのお知らせ、9月4日金曜日20時半から無観客生配信サザンセッション会でございます。夏の終わりのアコースティックの夜、だんだん涼しくなってきたのかしら、どうなんでしょう。ハッピーエンドの YouTube チャンネルを事前登録の上ご覧いただければと思います。はい、そしてこれはでかいですよ。10月3日土曜日17時から、ハッピーエンド5周年記念サザントリビュート対バンフェス、ツイキャスビュワーにて生配信ということでございましてね、サザンのトリビュートバンドユニットが、集結するお祝いライブ、ハッピーエンド5周年ですからね、もうおなじみの、うん、カウンターに座ってるおなじみのおじさんたちが集まってですね、おじさんたちチケット代2400円プラス手数料500円、チケットご購入の皆様に5周年記念オリジナルマスクケースをプレゼント。購入方法など詳細は、はい、ハッピーエンドのホームページより8月15日のお知らせ欄にて、ご覧いただければと思います、はい、ということでね、もうキャパありませんから、ツイキャスビュアーね、はい、そうですね、こっちはもうツイキャスビュアー内はもう相当3密で大丈夫なんで、そうですね、密でいきましょう ね、うん、ガラッとしたところで演奏しますんで、画面の向こうでは密な感じでコメントバン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 くださいよ。コメント打てんのかわ、はい、かんないけど、ハッピーエンドのお祝いコメントとかやろうよね。はい、はい、ということでございまして、今日はいい人スペシャルをお送りしましたけども、はい、ね、たまにこう懐かしいな曲を歌ってみるのがいいなと思いました。
はい、はい、ということでございました。アシスタントエンジェルちゃんでした。ありがとうございました。そして私で隊長でお送りしました。ではまた次回、バイバーイ。